どうもこんにちは、グーです。本日はゲーム業界の革命児小島秀夫監督の半生とその偉業を語っていこうと思います。メタルギアシリーズやデスストランディングを生んだ小島秀夫監督は言うまでもなく日本が誇る最も偉大なゲームクリエイターの一人です。小島監督は1980年代から現在に至るまで30年以上ゲーム業界に携わり、その時代のゲーム業界の最先端を走り続けてきた人物で、彼の作品を通した DNA は非常に幅広い年齢層のゲーマーに流れていると思います。おそらくゲーマーの中で彼の名前を知らない人は少ないと思いますし、それは我々日本人だけではなく世界中のゲーマーたちにとっても同様ではないでしょうか。そのくらい現代のゲームを語る上で無視できない存在です。今回はそんな小島監督にスポットを当てて、彼の人生とゲーム業界における功績を語っていきたいと思います。おそらく僕と同世代以上のゲーマーの方々にとっては彼に関する話は常識レベルだという人も多いかと思いますが、小島監督の作品をあまりやったことがない方、特にメタルギアシリーズをリアルタイムに触ったことがない現代の若い世代のゲーマーの方々にとっては、案外小島監督の存在は知っていても彼がなぜそこまで評価されゲーマーたちから圧倒的な支持を得ているのか、そういった具体的な話までは知らないという方もたくさんいると思います。今回はそんな人たちに向けて、小島監督が今までどんなゲームクリエイター人生を送ってきたか、なぜ彼が現代のゲームを語る上で絶対に外すことができない存在なのか、そこについてなるべく分かりやすくまとめながら語っていきたいと思います。小島監督のファンで彼の作品をリアルタイムにプレイしてきたゲーマー層の方々にとっては少し物足りない内容かもしれませんが、往年の彼の作品を振り返れるよう話を進めていきますので、もしよければ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それでは本日も張り切ってゲームについて語っていきましょう。よろしくお願いします。小島監督は1963年、東京都世田谷区に生まれ、製薬会社に薬剤師として勤める父親を持つ家庭で育ちました。転勤族であった父親の仕事の都合で、幼少期から神奈川、大阪、兵庫と引っ越しを繰り返した彼の家には常に流れていたものがあります。それが映画でした。僕の体の 70% は映画でできている。これは小島のツイッターのプロフィールにも書いてある有名な言葉です。小島の父親は大の映画好きで、家には黒澤明やヒッチコック、ミクロの決死剣や猿の惑星といった SF 映画などが毎日かけられており、少年であった小島は父親の影響で映画にのめり込むようになります。もう一つ、少年時代の彼に大きく影響を与えたのが小説です。本人曰く、もともとは本を全く読まない子供であったそうですが、小学校5年生の時に塾通いをしていた小島は、途中の道にある大きな本屋に寄り道をしていました。本は好きじゃなくても、本屋に立ち寄ることは大好きだった小島は、そこでとある小説と出会うことになります。それが当時ベストセラーだった刑事コロンボです。20ページに1枚ほど写真や挿絵が挟まる形式で描かれた刑事コロンボは、本読みが苦手だった小島にとって画期的な小説で、気がつけば全作品を読み切ってしまったといいます。刑事コロンボの新刊を楽しみに本屋に通う日々の中で、数えきれないほど様々な小説に出会い、 SF やミステリー、冒険小説にのめり込んでいったのです。この頃になると小島は小学生ながら一人で映画館にも通うようになり、何を見たか父親に報告すればチケット代を出してくれたといいます。ちなみに少年時代の小島にはもう一つの夢がありました。それが宇宙飛行士です。アポロ計画により人類が初めて月面に着陸した時代、誰も行ったことがない場所に命を懸けていく宇宙飛行士という存在は、小島にとって正真正銘のヒーローでした。しかし当時はアメリカの NASA、 あるいはソ連でないと宇宙飛行士になれないという事情があったため、小島は宇宙飛行士という夢を断念します。そしてその夢を別の形で実現するために大きな役割を果たしたのが小説や映画でした。まだ気軽に海外旅行など行けなかった時代の小島少年にとって、映画や小説は自分の知らない文化や世界観に触れさせ、そこに旅立たせてくれる、まさに宇宙船だったんです。自分は宇宙飛行士になって誰も行ったことがない場所へ行くことはできないけど、映画や小説を作って誰かをまだ見ぬ世界へ連れて行くことはできる、こう思った時、小島の夢は確定しました。将来は映画監督か小説家になりたい。そう夢見る小島は自分でも小説や漫画を描き始め、中学から高校までの期間は友人と映画の自主制作も行っていたといいます。ですがそんな小島が中学2年生の頃、とある悲劇が訪れます。会社から帰宅した父親が倒れ、突如としてこの世を去ってしまったんです。自分に映画などの面白さを教えてくれた最愛の父親を失い、悲しみに暮れる小島に寄り添い、そばにあったのはやはり映画や小説でした。その時の気持ちを小島はこう述べています。父親が亡くなり一人になった時期があったんです。その時に自分を助けてくれたのが映画であり小説でした。この経験があったからこそ、エンターテインメントや物語の持つ力を深く知り、そんな物語を作る仕事に就きたいと考えるようになったと思うんです。
小島の物語を作る仕事に就きたいという思いは父親の死をきっかけにさらに大きくなっていくのです。しかし母子家庭となってしまった小島にとって映画監督や小説家になるための勉強をするのは非現実的な選択でした。もともとは美術系の大学への進学を希望していた小島でしたが家庭の事情により断念、大学では経済学部に進学することになります。経済学部に進学した小島でしたが金融機関への就職を希望する学部の友人たちと反りが合わず大学では一人で過ごすことも多かったようです。そんな大学時代を送っていた小島はこの時に大きな出会いを果たすことになります。それが任天堂のファミリーコンピューターから発売され当時社会現象にもなっていたスーパーマリオブラザーズでした。マリオに熱中し心を奪われた小島はやがてこのように考えるようになります。ゲームという未知のインタラクティブなプラットフォームならば映画や小説とは違うとしても自分なりの表現ができる、こう思った小島はゲームソフト会社への就職を希望するようになります。当時はファミコンブームの真っ只中にあったわけですがゲーム業界という世界に足を踏み入れるのに小島の周りは猛反対したそうです。家族や友人、あるいはゼミの教授にも反対されたといいます。しかしゲームはいずれ映画を超えるメディアになると確信を抱いていた小島はゲーム業界に臆さず身を投じていくことになるんですね。そんな小島が興味を持った会社がコナミでした。大学3年生の頃アーケードゲームにハマっていた小島は同社が出しているプーヤンや ER カンフーなどのソフトに魅了され、その印象が強く頭に残っていました。その流れで大学卒業後の1986年コナミの神戸オフィスに就職することに決めます。このコナミで小島は誰もが知るあの伝説的なゲームを生み出していくことになるわけです。コナミに入社した小島はコナミ開発参加というパソコンの部署に配属されることになったんですが、その時携わっていたのが MSX2 という機種でした。この MSX2 とは1985年代にマイクロソフトとアスキーが提唱したパソコンの共通規格の一つです。当時のパソコンは機種ごとにそれぞれ独自の仕様を持っており、機種ごとに別のプログラム、ソフトウェアを組まなければいけないという背景がありました。それらに互換性をもたらす共通規格として MSX は誕生し、 MSX2 はそのバージョンアップ版にあたるものです。この MSX という共通規格はパソコン業界では互換性による利便性を評価されていたんですが、ゲームを映し出すにはスペック的にかなり制約を抱えているという大きな弱点がありました。当時のゲームはファミコンのソフトに代表されるような敵をどんどん倒していくアクションゲームやシューティングゲーム全盛期の時代です。この MSX2 はそういったゲームを映し出すのに十分なスペックを持っていなかったんです。ゲームを開発するにはできないことが多すぎる MSX2、 それを扱う部署に配属されたので、当時の小島はファミコンのようなゲームを作れないならば会社を辞めてしまおうかとすら考えていたといいます。そんな MSX2 を使って当時流行っていたミリタリーモードゲームを開発するよう言われた小島たちの部署でしたが、スペック上多くの弾丸を表示することやたくさんの敵を一度に映し出すことが難しい MSX2 でミリタリーゲームを作るのはセンスとアイデアで立ち向かっていくしかありませんでした。そんな中、入社1年目の小島はとある逆転の発想を思いつきます。敵や弾丸を多く表示できないのであれば、敵に隠れながらなるべく見つからないようにクリアを目指すゲームを作ればいい。そんな発想で生まれたのがメタルギアだったんです。彼がこれを思いつくヒントになったのはジョン・スタージェス監督が1963年に作った映画大脱走です。第二次世界大戦中のドイツの捕虜収容所から連合軍兵士250名が脱出を目指すという内容の映画で、戦闘シーンが登場しないことでも斬新さを謳われたこの映画をヒントにメタルギアの作風を思いついたんです。しかしこのアイデアは当時何度プレゼンしても相手にしてもらえず、小島は今度こそ退社を決意したといいます。そんな時小島の背中を押したのが MSX 版グラディウスシリーズという名作を手掛けた小島の先輩松井直樹です。松井は自分が話を通すから1週間で企画書をまとめ上げろと小島をサポートし、メタルギアのプロジェクトは動き出したんです。その後開発はなんとか進み、4ヶ月後の1987年7月についにメタルギアが発売されます。その評判は予想以上の高評価、 MSX2 という限られたハードシェアの中でも確実に人気を有していきます。ちなみにこのメタルギアはステルス要素を完全に取り入れた最初のビデオゲームとして後にギネスに認定されています。それまでも敵から隠れる要素を含んだゲームはいくつかありましたが、敵から隠れながら進むことをゲームの軸に添えたいわゆるステルスアクションを確立したのはこのメタルギアからになります。また隠れながら進むというゲームシステムを採用したので、おのずと主人公は潜入部隊の兵士ということになりました。主人公はハイテク不正規特殊部隊ホックスハウンドに所属し、潜入捜査をする傭兵で核搭載型最終兵器メタルギアの破壊を目的にします。後にゲーム史に残る英雄となるスネークの誕生です。メタルギアがさらに評価されたのはそのストーリーです。
すべてのシナリオを詳細に映すのではなく、無線による会話を通して物語の大きな流れを提示しながら、プレイヤーの想像力を刺激し、ゲームの世界をプレイヤーの頭の中で膨らませていく。このストーリーテリングは後のメタルギアシリーズの大きな源流となっていきます。メタルギアはあえて戦闘を避ける重要性を含んだ斬新さと、その奥深いストーリー性で発売されると同時に熱狂的なファンを獲得することになったんですね。開発当時は売れるわけがないという意見も社内から上がっていたメタルギアプロジェクトですが、 MSX2 というゲーム開発には本来不向きな足かせが小島の斬新な発想とクリエイティビティを目覚めさせたんです。その後、小島は1988年に同じく MSX2 および PC8800 シリーズ向けに開発したゲーム、スナッチャーを発売します。このスナッチャーは映画ブレードランナーをモチーフにしたサイバーパンクの世界観を持つ作品で、小島作品の中でも初めて映画的な演出を導入した最初のゲームと言われているんですね。この作風は言わずもがなですが、後の小島の作品メタルギアシリーズやポリスノーツなどの描き方に大きな影響を与えることになります。小島はゲーム業界に足を踏み入れて間もない頃から自身の肉体と思考を作り上げた映画、小説という文化とこれからの時代花開いていくゲームという文化、その融合に果敢に挑んでいくという姿勢を見せていたんです。1990年、メタルギアの続編となるメタルギア2ソリッドスネークが発売されます。小島が MSX2 で作ることになった最後の作品です。しかし本来このメタルギア2ソリッドスネークは作られる予定ではなかったという事実があります。その理由は、前作メタルギアは高い評価を得たものの、 MSX2 という普及台数が限られているハードでの発売になったので、1回限りのプロジェクトと見られていたからです。当初小島自身も2作目を作る予定はなかったといいます。事実、前作メタルギアのヒット後、ファミコン版メタルギアが発売されたのですが、そちらの方には小島は一切関わっていません。ちなみにこのファミコン版メタルギアは MSX2 版と内容が全然違っていたため、後に小島は同作を酷評しています。しかしファミコン版メタルギアはやはり大ヒットしたため、海外版ではオリジナルの続編スネークスリベンジが作られるなどしました。続編を作る予定のない小島とは裏腹に、世間はメタルギアという作品に思いを膨らませていたんです。そんな小島が続編を作るきっかけになったのは実に些細な出来事でした。ある日、小島が一人の後輩と帰りの電車で一緒になった時のこと、その後輩から続編の制作を熱望されます。彼はメタルギアの大ファンだったんです。メタルギアの続編は小島さんが絶対に作らないといけない。この公開のエールに胸を打たれた小島は、なんとその日のうちに続編のストーリーを書き上げ、新企画として開発に提出してしまったんですね。このある意味で偶然の産物であったメタルギア2ソリッドスネークですが、 MSX2 というハードの限界に挑む総力戦で作られました。処理限界ギリギリまで積んだデータ量と、前作からさらに政治や時代背景を色濃く扱った上で磨きをかけたストーリー、コナミ及び小島が MSX2 の経験をフルに活用して作り上げた傑作です。この作品を最後にコナミは MSX2 向けのゲーム開発を終わりにします。コナミの MSX2 最後の舞台としてふさわしい終幕となったメタルギア2ソリッドスネークですが、この MSX2 時代に作り上げた作品群が後のメタルギアソリッドシリーズに続いていくわけです。MSX2 での開発に終止符を打った小島は、その後は別の企画によるパソコン向けゲームの開発に着手します。1994年には PC9821 よりアドベンチャーゲームポリスノーツを発売しました。本作を制作したのは小島が率いるゲーム開発チーム、デジタルノーツ、通称小島組と呼ばれる組織であり、この小島組が後にメタルギアソリッドシリーズを主導的に作っていく小島プロダクションになっていくわけです。このポリスノーツは21世紀という当時の近未来像をモチーフにした SF ハードボイルドアドベンチャーゲームであり、スナッチャーやメタルギア2以上に映画的手法や社会性の強い物語などが特徴の作品になっています。ちなみにポリスノーツについて小島は公式ガイドブックでこのように述べています。今まで10年間メタルギアやスナッチャーを作ってきましたが、ポリスノーツはその流れから生まれた一つの集大成。ポリスノーツはスナッチャーを開発していた当時に成し遂げられなかったことを完結させるために作ったという意図があったことを小島は後に語っており、本作はスナッチャーの発展作とも言われています。このポリスノーツは小島が作った最後のアドベンチャーゲームとなるんですが、小島はこの時にはすでに映画的手法や社会性をゲームに取り入れるという手法を完全に確立していたんです。そしてこの時点で小島のゲームデザイナー歴は約10年、磨き抜かれた腕と自身の制作チームである小島組が 2D から 3D ゲームへの変遷期の中で、小島秀夫の名を世界に轟かせたあのゲームを完成させることになります。そしてついに1996年、メタルギアソリッドという新たなメタルギアのプロジェクトに小島は着手します。彼がこの作品を作ることになったのは、プレイステーションという次世代ハードの登場がきっかけでした。
1994年に発売されたプレイステーションは 3D コンピューターグラフィックス機能を搭載、大容量データの収集を可能にする CD-ROM、 実写映像の描写や MIDI による最新サウンド機能などが備わっており、この新しいカードを使えばメタルギアというゲームの世界はさらに広がっていくと小島は瞬時に見抜いたんです。MSX2 で完成したステルスアクションという基盤を維持しつつ、建物の下に潜んだり、高さのある場所から敵を偵察したり、三人称視点と一人称視点を自由に切り替えたりといったアクションが重なることによって、エスピオナージミッションというコンセプトを持つメタルギアの可能性をさらに深めることに成功しました。本作における小島の有名な逸話として、コントローラーの振動を使ったギミックの話があります。小島はゲーム内でコントローラーの振動を使ってプレイヤーの肩をマッサージする仕掛けや、床にコントローラーを置くと振動で勝手に動く、それをサイコマンティスというキャラクターの念動力と掛け合わせて表現するという発想をソニーの幹部たちの前でプレゼンしてみせました。プレイステーションを作った人たちですら想定していなかった使い方を小島は編み出し、その案を勢いで押し通してしまったんです。プレイステーションというハードの限界への挑戦と、メタルギアの新たな可能性を模索する挑戦、この2つを同時に成し遂げてしまったわけですね。さらに声優さんの演技によってキャラクターたちが紡ぐ物語はより洗練されたものに進化しました。ポスト冷戦の中で浮き彫りになっていく新たな核兵器の問題、ソリッドスネークとリキッドスネーク、同じ遺伝子を持つ者同士の戦いとそれぞれの生き方、マクロとミクロ両方に視点を置いた本作の物語は、アメリカフォーチュン誌により20世紀最高のシナリオと称されるほど評価されました。メタルギアソリッドの売り上げは全世界で660万本、特にアメリカで非常に高い評価を獲得しました。この作品をきっかけに小島オナは国内だけではなく世界にも轟くようになり、名実ともに日本を代表するゲームデザイナーとして不動の地位を獲得したんですね。それと同時にこの頃から小島はものづくりをすることの影響力と、それに伴う責任を強く意識するようになったといいます。それまでは日本のコアなゲーマーが主なファン層であったのに対し、メタルギアソリッドでファン層は国内外で大きく拡大され、小島のゲームを待つ人々が急増しました。これまでは自分の好きなものづくりで飯が食えたらいいなくらいに思っていたそうですが、メタルギアソリッドの大ヒットによって小島は自身が手掛けるものづくりの意義、どんな作品を作ればファンは喜んでくれるだろうか、それを第一に考え、ゲーム制作に没頭していくことになったそうです。こういった彼の考えが後のゲームに脈々と受け継がれていきます。2001年にはゾーンオブエンダーズ、 ZOE とメタルギアソリッドの続編であるメタルギアソリッド2サンズオブリバティをリリースしました。2000年に発売された新型ハード、プレイステーション2の登場によって、その描写力、リアル感という部分で大きく進化したのがこのメタルギアソリッド2です。小島はプレイステーション2というハードを使うことによって空間の匂いや雰囲気を描き、今までにない緊張感を表現する、このゲームのコンセプトを見事に実現してみせたんです。そしてこのメタルギアソリッド2には大きな仕掛けがなされていたことでも有名です。それは主人公をソリッドスネークからライデンへと変更したことです。実は本作なんですが、発売直前までは主人公は前作同様ソリッドスネークだと思われており、予告ムービーでもスネークを操作する様子が公開されていました。しかし実際にはスネークを操作できるのは本作の序章にあたるタンカー編のみで、ゲームの本編となるプラント編にはライデンが採用されていたんです。なぜこのようなことをしたのかという答えに対して、小島は老兵となったスネークを客観的に見れる仕組みを作りたかったと語っており、新主人公ライデンを主体にした物語が本作では描かれていきます。当然ライデンを主人公にしたことに関しては当時批判もあったんですが、ライデンは後々の作品メタルギアソリッド4などで再登場し、シリーズにとって大きな存在となります。この時ライデンを登場させたことがシリーズを長い目で見た時に重要な決断だったということです。そしてやはりこのメタルギアソリッド2は前作が大ヒットした影響もあって、全世界で700万本を売り上げるなど記録的なヒットを出すことになります。今作が前作同様に大ヒットを記録したことを評価され、小島はこの年の年末に発売されたアメリカ週刊誌ニュースウィーク誌の未来を切り開く10人に選定されることになります。スポーツ界や政界などを中心に名だたる世界の著名人が選ばれるこの10人の中に、日本人であり、しかもゲームクリエイターである小島が選ばれたことは異例中の異例でした。この快挙に関しては当の小島本人は非常に驚いたそうで、メタルギアソリッド2を制作して本当に良かったと語っています。2004年にはアメリカロサンゼルスのイベントホールザ・シュラインにて、ケーブルテレビのゲーム専門チャンネル G4 主催のゲーム表彰式 G4ia が開催され、そこで小島はレジェンドアワードを受賞しました。このレジェンドアワードは特別功労賞的性質のもので、メタルギアソリッドシリーズやその他の作品を通じてゲーム業界に与えた多大なる影響や長年の功績が世界的に評価されたんです。この受賞式のスピーチで小島はこのように述べました。
子供の頃の夢は宇宙へ行くこと、少年の頃の夢は映画を撮ることでした。青年になり僕はゲームに出会いました。今の僕の夢は死ぬまでゲームを作り続けることです。小島がそう述べ終わると会場は大きな拍手に包まれました。この賞賛はもちろん小島がこれから生み出していくメタルギアソリッドシリーズの末永い繁栄を願ってのものだったわけです。この年の年末、小島はメタルギアソリッド3スネークイーターをリリースしました。2005年には小島組を元にした自身の開発チーム小島プロダクションが正式に発足。2006年にはコナミが新設した子会社コナミデジタルエンターテインメントに移籍、および同会社の執行役員クリエイティブオフィサーに就任。同じ年には全米プロデューサー組合から世界で最も革新的なプロデューサークリエイター50人の中の一人に選ばれます。この全米プロデューサー組合とは、映画やテレビなど老舗の業界で活躍するプロデューサーからゲームやウェブメディア、デジタル界隈など当時としては比較的新しかったメディアで活躍するプロデューサーまで含めた総合的組合組織です。2006年時点で3100人の制作者が参加していたアメリカのエンターテインメント業界で非常に強い影響力を持つ存在なんですね。小島はそこでもこれからの未来を作るクリエイターとして表彰されたということです。2008年にはメタルギアソリッド4ガンズオブザパトリオッツをプレイステーション3で全世界同時発売。この時代になるとメタルギアシリーズはそのステルスアクションという独自性の地位を喪失していました。1998年に発売され記録的大ヒットを飛ばしたメタルギアソリッド以降、国内外からいくつものステルスアクションゲームが誕生したからです。そういった状況下でメタルギアは新たな進化を遂げていきます。具体的にはメタルギアソリッド3で採用されたいくつかの新要素です。周囲の環境に合わせて偽装するカムフラージュと、怪我をした時に自分で傷を治療するキュア、動植物たちを仕留めて食料にするフードキャプチャー、ただ物陰に隠れてやり過ごすだけではなく大自然の一部となって敵の目を欺いていく新たなステルスアクションへの挑戦がなされたんです。そしてこれらの挑戦はメタルギアソリッド4に受け継がれ一つの完成形になります。メタルギアソリッド4の主人公オールドスネークはオクトカムという装備を身につけており、タコの擬態能力によって地面や壁の色と同化し溶け込むことができます。今作では戦場というフィールドデザインになっており、これまでのシリーズ作のように隠れる場所がふんだんにあるわけではありません。よってこのオクトカムの能力を使って敵の目を欺きながら銃弾飛び交う戦場を進み、ステージクリアを目指すゲームデザインになっていたんです。それと同時にこの頃になるとゲーム内で手に入る武器や装備品の種類は非常に豊富になり、必ずしもステルスにこだわる必要性は薄くなっていました。通常の FPS や TPS のごとく敵兵を撃ち殺し力技でゲームをクリアすることも可能で、メタルギアはステルスでクリアを目指すゲームだという見方は常識ではなくなっていたんです。しかしメタルギアソリッド4などの作品が他のステルス &FPS ゲームと違う部分は、ノーキルノーアラートが可能なレベルデザインが施されている点にあります。それはすなわちどういうことかというと、プレイヤーが自由に自分なりのゲームプレイをしてほしいと思い作りながらも、その一方でステルスを基本にした非殺傷プレイを選んでクリアを目指してほしいという思いを小島監督は込めたということです。これはメタルギアという作品が当初から掲げていた反戦反核というテーマの意思が根本にあります。この部分だけを見ても小島がいかにゲームによって高次元な体験を生み出そうとしていたかがよくわかるわけです。またこのメタルギアソリッド4をきっかけに自身が監督プロデュースするメタルギアはこれで最後だと小島は発言、次の世代にメタルギアを託したいという胸の内を明かします。しかしこの発言は都内で行われたメタルギアの20周年記念パーティーであっさり撤回。これ以降発売された PSP 向けのソフトメタルギアソリッドピースウォーカーは自身が監督を継続することを発表しました。やはりファンはまだまだ自分が作るメタルギアを望んでいる、ならばそれに応えるしかないという気持ちがあったのかもしれません。その後も小島はメタルギアという作品を生み出していくことになります。2009年に小島はコナミデジタルエンターテインメントの専務執行役員に就任。2010年にはメタルギアソリッドピースウォーカーを発売。その後2011年にはコナミデジタルエンターテインメントの執行役員副社長に昇任を果たすのです。そして同じ年には南カリフォルニア大学の映画芸術学部で特別講演を行います。この南カリフォルニア大学の映画芸術学部とは、あのスティーブン・スピルバーグが名誉教授を務める学部なんですが、講演の出席希望者数は200名以上という盛況ぶりで、講演当日は立ち見も出るほどだったといいます。2012年のメタルギア 25th Anniversary Party では、開発中の最新ゲームエンジンホックスエンジンの実機によるメタルギアのデモンストレーションを世界で初めて公開。その他にもメタルギアの実写映画化を発表。新たな挑戦としてソーシャルゲームメタルギアソリッドソーシャルオプスという新領域を開拓。この頃は小島監督のメタルギアはまだまだ続いていくんだと誰もが思っていたと思います。さらにこの頃メタルギアシリーズのナンバリングタイトル最新作としてメタルギアソリッド5グラウンドゼロズのトレーラーが初めて公開されました。
この以前に小島はもうメタルギアは作らないという発言をしていたわけですが、この発表を見るにこれからもメタルギアのナンバリングを作っていく意欲が健在であったということは間違いないです。ただし2013年に発売されたメタルギアライジングリベンジェンスでは小島は監督として参加せずにエグゼクティブプロデューサーとして参加するなどしています。やはりこの頃から小島は自身がメタルギアを作ると同時に次の世代にメタルギアを託していく準備も着々と進めていたことが伺えます。そしてこの頃小島はさまざまな海外のゲームショーやイベントに招待され講師としても活躍しています。例えば2012年にはイギリス有数のコンシューマーゲームショーヨーロゲーマーエクスポ2012に招待されていますし、他にもイギリスの映画やテレビ、ビデオゲーム業界をリードする人々が中心メンバーとなって運営する団体バフタが開催するアンニュアルゲームズレクチャー2012に招待されています。2014年にはその年の最高のコンピューターゲームを表彰する賞であり、世界で2番目に歴史のあるゲームアワードゴールデンジョイスティックアワードにて生涯功労賞を受賞しました。またそれらのイベントで小島が参加するレクチャーは毎度定員をはるかに超える観覧希望者が殺到するなど、作品だけではなく彼自身も世界中のゲーマーから大人気だったことがうかがえます。2013年にはメタルギアソリッド5の片割れであるザ・ファントムペインを発表。これがその以前に発表されていたグラウンドゼロズと同作品であることも明らかにされ、メタルギアソリッド5プロジェクトの方向性も正式に定まりました。そして2014年3月20日にはメタルギアソリッド5グラウンドゼロズが先に発売されることになったんです。そして同じく2014年には小島プロダクションでは初となるホラーゲーム PT がプレイステーションネットワークに配信されることになります。この PT は小島が長年進行を続けてきた映画監督ギレルモ・デルトロと制作した一人称のホラーゲームになります。ちなみに小島とデルトロは良きオタク仲間で一緒にカラオケに行くほどの仲であり、デルトロも小島に対して非常に熱い信頼を捨てていることで知られています。この PT はもともとデルトロと小島が共同制作で作り上げるサイレントヒルの最新作を見越した作品で、そのためのティザー広告の役目を兼ねていたゲームでした。またこの作品には後に小島が手掛けることになるデスストランディングで主演を務めた俳優ノーマン・リーダスも出演していたことは有名な話です。ノーマン・リーダスに出演の相談を持ちかけたのはデルトロだったのですが、その時のやり取りを後にノーマンはこのように語っています。近々小島秀夫という男から君に電話で仕事のオファーがあるから、それに対してイエスと言うんだ。それって誰？彼が誰であるかは関係ない、ただイエスと言うんだ。彼は天才だから。ノーマンがデルトロから聞いた話はそんな感じだったと言います。そして言うまでもないことですが、そのノーマンとの出会いが後に小島を作るゲームに大きな影響を与えることになります。ここまで何もかも順風満帆に思えた小島のゲームデザイナー人生でしたが、2015年突如としてその転機は訪れることになります。2015年3月、コナミ社内の制作体制が急遽変更されることになり、小島がチーフを務めていた小島プロダクションは消滅することになったんです。同じタイミングで小島自身もコナミデジタルエンターテインメントの執行役員および部長職を外されてしまいます。この頃はメタルギアソリッド5ザ・ファントムペイン開発の真っ只中であり、あまりに突然すぎる環境の変化でした。一説によると消滅した小島プロダクションは新たな部署に再編されたものの、元部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を禁じられたある種の幽閉状態になったという話もあるんですが、真偽は定かではありません。実際この頃コナミと小島の間に何が起こっていたのかという問題に関しては未だ謎な部分が多く、不明瞭なままとなっています。小島はこのままコナミを退社することになってしまうんですが、そうなったのはいくつかの要因があります。一つ目は役員の立場を追われてしまったことによって、小島自身社内で自分が作りたいものを自由に作れる状態ではなくなったため、自分が作りたいものを実現するために独立という道を選んだということ。この頃になるとゲームを開発するためにはある程度大きな会社の技術や資金などのリソースが必要不可欠というのは常識ではなくなっており、コナミに在籍しておくことが小島にとって必ずしも最適解ではなくなっていたんです。もう一つはコナミがゲーム開発部門の経営方針をガラッと変え、これまでのようなコンシューマー機向けに超対策的なゲームを作っていく流れから、スマホゲームやソシャゲなどの開発機の比較的かからないゲーム開発を中心とする流れにシフトしていたということです。すなわちコンシューマー機でこれまで通り超対策的ゲームを作っていきたい小島と、比較的安価の予算で利益を生み出せるゲーム開発に重点をシフトしたいコナミ、両者の利害が一致しなくなったんですね。当時は様々な憶測がファンの間に飛び交い、2015年10月にはアメリカのザ・ニューヨーカーの記事に10月10日をもって小島監督はコナミを退社したと報道したのに対し、メタルギアソリッド5の開発が終わったので長期休暇に入っているだけだとコナミが報道を否定するなど、実情がよくわからない時期が続きました。
この騒動をきっかけに小島とデルトロによるサイレントヒル最新作の計画は中止。メタルギアソリッド5、ザ・ファントム・ペインの物語もメタルギアとしては事実上の未完成という形になり、一部不本意とも言える状態で終わってしまうことになります。そんな中、プレイステーションアワード2015にメタルギアソリッド5、ザ・ファントム・ペインが入賞したにもかかわらず、小島は受賞式に出席することは叶いませんでした。この頃、ユーザーからコナミに対して数々の批判が向けられたことは言うまでもありません。当時、ザ・ゲームアワード2015の司会を務めたジェフ・キリーは、この件について触れ、小島は出席を望んでいたが、コナミとの雇用契約上出席できないと説明するとともに、ヒデオのようなアーティストがここに来て、仲間や同輩と受賞を祝うことが許されないというのは、私には考えられませんと、痛烈にコナミを批判しました。そしてついに小島は、2015年12月15日付で、約29年間勤めたコナミを退社。ここから新たな小島のゲームデザイナーとしての人生が始まることとなります。小島はコナミ退社の翌日である12月16日、新会社小島プロダクションを自ら立ち上げます。実はこの頃小島はすぐに新しいゲーム開発に着手するか、それともしばし休息を取り別のことをするか、非常に悩んでいたと後に語っています。それもそのはずで、小島は約29年間ほぼ休むことなく第一線でゲームを作り続けてきたわけですから、しばらくの間別のことをしたいという考えに至るのも当然と言えるでしょう。ゲーム開発を一時中断して、子供の頃からの夢である小説を書いてみたり、映画を一本撮ってみたりなどといろいろと考えていたそうです。しかしそれに待ったをかける人物が現れます。それが先ほども登場した友人である映画監督のギレルモ・デルトロです。彼はしばし休息を取ろうと考えている小島に対し、君にはそんな時間はない、世界中のゲームファンが君を待っている、すぐに新作を作るべきだと提言します。その信頼する友からの意見を聞いた小島は考えを一新、迷いを断ち切って新たな AAA タイトルの開発に着手することを心に決めます。そしてその時真っ先に声をかけたのが PT に出演していたノーマン・リーダスだったわけです。サンディエゴのコミコンで小島と会うことになったノーマンは、小島がこれからやろうとしていることを見せてもらった時、この男は超絶的な天才だと感じたそうです。小島とノーマンは後に固い結束力で結ばれ、デスストランディングという大きな作品を共に作り上げていくことになります。後にノーマンはインタビューで、なぜデスストランディングに出演したのかという質問に対して、小島秀夫だからと答えているくらいです。彼が新しく立ち上げた小島プロダクションには、長年の小島の相棒である新川洋二を含めて、かつてコナミで苦楽を共にした小島プロダクションのメンバーが数多く移ってきており、彼らと共に新たな作品を手掛けていくことになります。新会社小島プロダクションは、映画スタートレックに登場する宇宙船エンタープライズ号を小島がイメージして作られたスタジオであり、誰も行ったことがない世界へみんなを連れていく宇宙船というコンセプトを持って作られました。そしてアイコンにはルーデンスと名付けられた宇宙服を着たキャラクターを起用していることは有名です。このルーデンスとは、オランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガが提唱した遊ぶ人を意味する言葉ホモ・ルーデンスに大きく起因している名前であり、遊ぶ気持ちがあってこそ未開の地を切り開いていけるという思いが込められていると言います。小島が子供の頃夢だった宇宙へ行くという思いは、新しいゲーム会社にしっかり受け継がれたわけです。そして2016年6月 E3 2016において小島の最新作であり、小島プロダクションの処女作となるデスストランディングが発表されます。このデスストランディングについては、僕は過去に何本も動画を上げてきたので、本作の内容や賛否両論を含めた評価など詳細については今回は語らないでおこうと思います。もし詳細が気になる方がいたら、概要欄にデスストランディングについて語った動画の URL を添付しているので、そちらの動画を見ていただければと思うんですが、本作に対して確実に言えることは、メタルギアシリーズ同様に社会風刺や僕らが住む現実の世界とゲームの世界が深層心理の部分でリンクする、まさに小島秀夫の真骨頂というにふさわしい作品に仕上がっているということです。新体制の第一発目の作品として、デスストランディングのようなゲーム性とテーマを有した作品を作ろうとするのは、実に小島秀夫らしい決断と言うしかありません。しかし小島はこのデスストランディング、すなわち新体制で AAA 級の最新作を開発するにあたって、最初から大きな壁にぶち当たっていました。というのも、自身が手塩にかけて作ったホックスエンジンの使用権はコナミにあり、コナミを退社した今は使えなくなってしまったことに加えて、今まで自分が手掛けてきたメタルギアというブランドもすでに消失してしまったわけです。全くの一からのスタートとなる開発に、最初は不安を感じる部分も多かったようです。しかしその不安は全くの杞憂であったとも後に語っています。それは小島自身がそれまで培ってきた多くの人々との交流や関係、小島プロダクションについてきてくれたこれまでのメンバーたち、そして何より彼のゲームを待ち望んでいる多くのファンの存在に気づいたからです。
先ほど言ったギレルモ・デルトロやノーマン・リーダスだけではなく、同じく映画監督のニコラス・ウィンディング・レフンや小島のゲームをこれまで高く評価し続けてきた SIE の人たちなど、そういった人同士のつながりによって彼はこのデス・ストランディングという新たなプロジェクトを自信を持って進めることができたといいます。中でも非常に有名な逸話となっているのは、小島とあるゲーム会社との間に起こった出来事です。ホックスエンジンを使えなくなってしまった小島は、当初は新しいエンジンを作ることも念頭に置きつつ、デスストランディングに最適なゲームエンジンはないものかと世界中を探しながら開発のめどを立てようとしていました。そんな時、なんと自社のゲームエンジンをそのまま使ってほしいと申し出てきた会社があったんですね。それが何を隠そうホライゾンゼロドーンなどで有名なゲリラゲームズでした。ゲリラゲームズが持つデシマエンジンは、代表作であるホライゾンゼロドーンのグラフィックからも分かる通り、機械や人間を表現するのに非常に長けたエンジンで、小島が描くデスストランディングのイメージを完成させるのにもってこいと言えるエンジンでした。そんなデシマエンジンを持つゲリラゲームズのマネーティングディレクターであるハーマン・ハルストは、小島に一緒にデスストランディングを作らせてほしいという提案をしてきます。そしてゲリラゲームズはまだ小島と契約を交わしていないにもかかわらず、デシマエンジンのソースコードが入ったメモリをこれに全部入っているから使ってくださいと渡してきたそうです。ゲームエンジンのソースコードを渡すというのは、そのゲーム会社の命の結晶を渡すに等しい行為であり、その行為に胸打たれた小島はデスストランディングをゲリラゲームズと共に作ることを決めました。ゲリラゲームズの方々の男気ももちろん感服する限りなんですが、 SIE の超大手デベロッパーすら動かしてしまう小島の人望には本当に驚くばかりです。また主演を務めたノーマン・リーダスだけではなく、長年の友人であるギレルモ・デルトロとニコラス・ウィンディング・レフン、それぞれもゲーム内でデッドマンとハートマンとして登場してくれるなど、小島のデス・ストランディングを完成させるために協力を惜しまなかったといいます。そして来たる2016年9月18日、東京ゲームショー2016のプレイステーションステージに長年の相棒である新川洋次と登壇した小島は、待ち続けてきた大勢のファンから大きな声援を受けることとなりました。会場やニコニコ生放送の配信は、小島監督お帰りなどの歓声とコメントで埋め尽くされるなど、彼の復活を多くのファンが待ち望んでいたことがわかります。そしてついに2019年11月8日、デスストランディングが全世界同時に発売されました。デスストランディングは全世界で売上500万本以上を記録。ザ・ゲームアワード2019では最高賞であるゲームオブザイヤーを含め、エントリー作品中最多となる8つの賞の受賞候補にノミネートされ、最終的にはベストゲームディレクション賞とベストスコアミュージック賞の2つを受賞する快挙を成し遂げました。これ以降の小島秀夫の最新作に関しては、様々な憶測が飛び交っているものの、確定的な情報はほとんどなく、確かなことは言えませんが、ノーマン・リーダスが現在小島と新しいプロジェクトについて話し合っていると述べているので、最新作の情報が聞ける日もそう遠くないかもしれません。小島自身、自分はまだまだゲームを作り続けていくつもりだということを話しているので、今こうしている時間も次開発するゲームについて考えているに違いないでしょう。以上が小島秀夫監督の人生の軌跡となるわけです。ここまで小島秀夫監督の人生を生い立ちから振り返ってきましたが、小島監督のゲーム業界における偉業とは何なのか、なぜこれほどまでにゲーマーたちから熱い信頼を得ることができたのか、そういった点を僕なりに語っていきたいと思います。まず何と言っても重要なのが、他のゲームデザイナーにはない独特な着眼点や制作手法、作家性を持っているということです。それは小島監督の最初の作品であるメタルギアから確実に現れています。メタルギアはもともと MSX2 で発売されたゲームであり、 MSX2 という規格が持つ一度に多くのものを描写できない爽快なアクションゲームやシューティングゲームなどを作るには十分なスペックを持っていないという明らかなデメリットを乗り越えていかなくてはいけないという問題がありました。しかし小島監督はその MSX2 の性質を逆手に取り、発射される弾丸などを表示しなくても済むような全く新しいミリタリーゲームを作ろうという考えからステルスゲームを生み出したんです。そんな彼の奇抜なゲーム制作手法は、最新作であるデスストランディングにも見て取ることができます。それはデスストランディングに含まれる現代で最も人気であるともいえるジャンル、オープンワールドの特性を逆手に取った手法です。オープンワールドゲームの大きな弱点として、移動が退屈なものになりやすいという点や、ただ作業的にフィールドを回っていくだけの単調なゲームになってしまいやすいという点が挙げられ、そういった部分が一部のユーザーから敬遠されてしまうという問題を抱えていました。名作と呼ばれるオープンワールドゲームは、移動中のアクティビティを増やしたり、移動を極力省いたりというアプローチを取っているものが多いんですが、小島監督は違いました。そのオープンワールドゲームの弱点ともいえる部分を逆手に取り、荷物を配達するゲーム、すなわち移動主体にして移動する要素自体をゲームの目的にするというデザインを完成させてみせたんです。デスストランディングというゲームが移動することを主体としたデザインで、どのようなゲームを完成させたのかということは以前の動画で解説しているので、そちらをぜひご覧いただきたいんですが、本来ならば不利な要素であるところをピックアップし、それを主軸にしながら全体として完成度が高く圧倒的な独自性を保持した作品を作り上げてしまう。
それこそが小島監督の持つ強烈な制作能力であり、ゲーム業界の革命児と呼ばれるゆえんの一つだと言えるのではないかと僕個人は考えています。限られた制作リソースの中で使えるものを最大限動員し、自分にしか作れないものを作り上げる、そういった発想でゲームを作っていることはメタルギアソリッドシリーズなどもそうだと思いますし、彼のゲームをプレイしてくれる人たちを最大限楽しませたいという気持ちが顕著に現れている部分だと思います。そしてこのようなゲームデザイナーとしての小島監督の優秀さというのは多くの人が理解しているということで言うまでもないことかもしれません。しかしそれだけでは彼の偉業を語る上で半分しか語っていないのではないかと僕は思うわけです。もう一つの重要な小島秀夫監督の偉業、それは何かというと、先ほども作家性という言葉で述べましたが、ゲームにエンターテインメントや娯楽以上の何か、いわば文学性や社会風刺などといった要素をゲーム内に色濃く反映し、それをゲームというメディアを通して世の中に表現しようという意思を持っているということです。言わずもがなですが、メタルギアシリーズは核兵器や東西冷戦などといった問題をテーマにした政治社会情勢がゲーム内で色濃く描かれています。メタルギアシリーズでは潜入捜査員である主人公スネークが数々の困難を乗り越えながらメタルギアと呼ばれる核搭載二足歩行型戦車を食い止めるという物語が展開していくんですが、それを描くことによって伝えたいのは言うまでもなく反戦反核というテーマになるわけです。しかし小島監督自身、反戦反核のような説教臭いテーマをゲーム内にふんだんに盛り込んでしまうと、ユーザーはそのゲームを楽しむ気持ちをそがれてしまい、最悪プレイをやめてしまうかもしれない。だからこそ小島監督はソリッドスネークのようなヒーローを作り出し、彼らで敵を倒していく楽しいゲームという分かりやすいエンタメ性を保持させながら、しかしその中で現実の社会や自分の身の回りで起こっていることに対して子供たちやユーザーに少しでも興味を持ってもらえるような内容をそのゲームの中に盛り込んだんです。ビッグボスとソリッドスネーク、二人の主人公によって紡がれる世代を通した物語、スネークとライデン、戦うために作り上げられ育てられた兵士たちの物語はプレイヤー一人一人に戦争の持つ様々な意味を訴えかけてきます。そしてそれは小島監督自身が子供の頃に見たとある映画に影響を受けているのだと言います。それが1954年に公開された特撮怪獣映画ゴジラです。水爆実験の失敗によって生み出された怪獣ゴジラが東京の街を破壊していく様子は映画として面白いものであると同時に、水爆実験や核兵器の恐怖を露骨に感じさせる作品となっていました。そういった社会文化的なメッセージ性をゲームというメディアでも表現することこそが小島監督が最も成し遂げたかったことなんです。最新作であるデスストランディングでもそういった社会風刺性のようなものはもちろん見て取れます。デスストランディングでは現代のインターネットによる情報化社会における人々の分断と心の孤立という問題に対して向き合うというテーマが描かれており、デスストランディングの世界で生きる人々にノーマン・リーダス演じる主人公のサムが配達によって荷物を届けるというゲームデザインを通すことによってそのテーマを描き抜いてみせたんです。そういった彼の面白いゲームを作りたいという思いと、ゲームが終わったら自分たちが生きる現実の世界にも目を向けてほしいという思い、その両方を汲み取ることによって初めて小島監督が今まで手掛けてきたゲームの真の意義が読み取れるはずだと僕は考えています。そして小島監督がなぜそういったゲームを作りたいと思うのかというのは、彼が幼少時代に慣れ親しんだ映画や小説といった思い出が深く関わっているというのは間違いありません。小島監督の映画のような手法をゲーム内に取り入れるという発想は彼の2作目であるスナッチャーというゲームから始まったわけですが、彼のような発想を持つゲームデザイナーが出てきたことはその後のゲーム業界の展開、ゲームデザイナーたちの心理に大きな影響を与えたはずです。小島監督がスナッチャーやポリスノーツなどを手掛けた1980年代90年代はまだまだゲームを芸術だと考えるような価値観はほとんどなく、ゲームイコール遊具やおもちゃという考え方がどこまで行っても常識だった時代でした。そんな時代に小島監督はゲームというメディアの持つポテンシャル、描けるものの幅の広さといったものを圧倒的先見性で見抜き、誰よりも早くゲームイコール芸術、ゲームイコール文化という価値観に基づく作品を作り上げたわけです。先ほどのホモルーデンスの話とも絡みますが、最初は全てのものは遊びから始まり、それがやがて発展するほどに文化として根付いていき、そこから芸術などが芽生えていく、そんなことを小島監督の作品を遊んでいるとひしひしと感じるんですね。これは少し言い過ぎかもしれませんが、小島秀夫という人物が日本から出てきたこと、それ自体が今でも日本はゲーム大国だと海外からしっかり認知されている要因の一つとすら言えるのではないかと僕個人は考えています。これから小島監督がどういったゲームを作っていくのかは明らかになっていませんが、これからも小島監督らしい作品を作ってほしいと思っていますし、これからのゲーマーたちがゲームをプレイした時にただ楽しいゲームをプレイしただけではなく、それ以上何かを獲得できるという彼の素晴らしい作品が生み出され続けるように、小島秀夫監督のクリエイター人生がまだまだこれからも続いていくことを心から願っています。
それでは本日の動画は以上となります。今回は小島秀夫監督の半生と偉業と題して、彼の人生を振り返りつつ、どうして彼がゲーム業界の革命児と呼ばれているのか、その理由や彼がゲーム業界で果たしてきた偉業に関して詳しく話してきました。非常に長い動画になってしまいましたが、最後まで見てくださった方々本当にありがとうございます。ゲームが好きならメタルギアシリーズやデスストランディングといった小島監督の作品は何か一つでもいいのでプレイしてみてほしいと思いますし、ぜひ皆さんも小島監督や彼の作品に対して思うことがあればコメントしてほしいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。おつぐです。失礼します。